どうも、枝豆です。今回はジュロクスの破天ワールドチャンピオンシップのワールドカードを解説していくんですけども、今回のジュロクスあまりにヤバすぎるので、ちょっといろんなところに触れていこうかなというふうに思っております。以前見たジュロクスとね、比較しながら見ていただければなというふうに思っております。自由な感想を書いていってね。ということで早速参ります。レッツラゴー。Yo, what's up? This is Jolot from Colombia, and this is my walker for the Hayton World Vivas Championships 2024. Get down with the...ちょっとね、うますぎるんだよな、これ。細かいところ解説していこうと思います。まず、ファーストドロップから解説していくんですけども。これね、スキルの落とし込み方が2段階ぐらい上手くなってるね。めちゃくちゃ乗りやすいグルーブだし、音がしっかりしてる分、聞き心地がめちゃくちゃいいんだよね。こういうビートから感じ取れるさ、ジュロクスが作ってみたい音楽っていう、そういう背景を強く感じる構成になってるんだよね。いや、めちゃくちゃ丁寧だし、綺麗に形にしてるなと思いますよね。でさ、セカンドドロップ前からなんだけど。Get down to the floor with them.スキルの使い方うますぎて思考停止したもん。ジョロクスって結構さ、みたいな、こういうビートのイメージが強いと思うからさ、なんかこういう系統のドロップ来るんじゃないのっていう風に思わせといて、全然違うドロップなんだよね。細かなスキルの入れ方でさ、フローがより繊細になってるの。このドロップ怖いくらいうまい。で、ラストドロップ前のビルドとかも丁寧すぎてビビるもん。今回のワイルドカードってこういう作り込みが上手すぎるんだよね。雰囲気を崩すことなく複数回ビートの切り替えをするさ、技量が半端じゃないし、特にここのシーンはジュロクスの作曲能力と技術の落とし込み方のセンスっていうのが強く現れてるんだよね。ビートボックスレベルが超わかりやすく反映されてるの、ここで。ラストドロップなんだけど、このラストドロップも超興味深いというか、このインベからさ、特徴的なスキルへの切り替えが超難しいんだよね。それをしっかり押し出してくれるのが個人的に好きです。で、まあ今回のジョルクスのワイルドカードを総評すると、ユニークさしっかり出してて、めちゃめちゃ細かい部分のこだわりが増えてて、
聞き心地がものすごくいい。こういうの全部含めてビートボックスがめちゃくちゃにうまいっていう。なんか聞けば聞くほどね、最新のジョロクスのうまさがマジでわかるので、繰り返し聞いてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。